今日は両チーム先発がルーキーでした。 DeNA は徳山、ナブロフォアボールの後頓宮が左中間へ、もう少しで2試合連続という距離の出た一打、これがタイムリーツーベースになります。先制点です。これも太田もライトへ、これで2点目、バッターランナーはアウトになります。この後のプレーです。ただ2点が入りました。そしてムクノキがオリックスは先発、ちょっとバッターの先だったんですが、小深田今日4番での起用です。タイムリーを放って2対1、そしてここもルーキー対決ありましたが、渡辺が3回タイムリーを放ってオリックスがリードを広げます。さらにここは頓宮です。1時間深々と破ります。1回2回3回とチャンスを作ります。ここは太田、2打席連続のタイムリーになりました。4対1です。一方の DeNA ベイスターズは昨日サヨナラホームランの宮本、これがよく伸びていきました。間に挟まってここがツーベースになります。そしてこの後ファーストゴロ、小深田の打球、サードランナー帰ります。4対2、その後の徳山になりますが、4回5回6回はゼロで抑えました。序盤苦しんだ徳山ですが、6回4失点という内容です。対するムクノキはこのピンチ6回、中俊太をファーストゴロ、満塁からさらにこのチータ打球がショートへ、相原も打ち取ります。ムクノキは今日7回2失点のピッチングでした。この打球はランナーが帰ります。ただセカンドランナーは三塁でタッチアウト、頓宮ライトへの犠牲フライ、5対2となります。このファインプレーも大きかった太田、今日安定したピッチングを見せました先発のムクノキ。そして最後は比嘉がマウンドに上がります。若いバッター相手、まずは相原、大橋、最後はこの宮本、ランナーは出したんですが落ち着いた内容です。5対3でオリックスバファローズが勝利しています。